リちゃんの夏休み、今日は2日目でございます。美味しいものいっぱいいっぱい食べて、いっぱいいっぱいシークワーサーのジュースを飲んで、サーターアンダーギー食べて、お餅を食べて、はい、海だ、きれい。皆さん、こちらはカリンシービーチ。1963年にここカリウシの地で、なんかカリカリっとユシユシっとしちゃおうと、そんな思い。おはようございます。沖縄不思議発見リポーターの三上大進です。見えていますでしょうか、ここ、さまざまな伝説が広がって眠っているカリウシビーチ。三上リポーター、沖縄には何回いらしたことがあったんでしたっけ。はい、初めてです。沖縄は何でしたっけ。沖縄ワクワクリポーター。古いアルバムめくり、ありがとうをってつぶやいた。いつもいつも胸の熱い熱い、思ってたよりも熱い。ここ海すごい綺麗、こんなに綺麗なんだ。皆さんご覧ください、これが透明度ゼロ、つまり間違えた、透明度ゼロ、透明度100、人魚の涙にも例えられたカリウシビーチの水です。あ、海です、見えますか。ご覧ください、桟橋でございます。今この時間帯ここに入ることができるということなので、ちょっと奥の方まで行ってみたいと思います。ここいいサムネ撮れそう。ここいいんじゃないですかね。なんか腕を広げたりなんかしていいですね。夏休みっぽい、いい感じじゃないですか。沖縄の奥地で発見された霊長類です。モモザウルス、フジタリアン、ジョージー、そしてトモモチロンでございます。何それ。さあ、カリーシビーチを満喫できたのね。このまま撮影で息切れしとる。はい、大ちゃんチャンネル、あ、いいよ、十八が綺麗よ、いいよ、十八が出てる、いいよ。富士子ってやっぱり本当に綺麗だね、こうやって見ると。私もジョージに撮ってもらって。いいですね、夏休みっぽい。いい感じじゃないですか。ジョージが思わず苦笑いしてます。富士子とはやっぱり圧倒的に違いますか。圧倒的に違う。こんにちは、浜崎あゆ。さっき二人が沖でイチャイチャしてた動画を送るし、いや、イチャイチャしてないからね。マジでイチャイチャしてたから、現場押さえてるから、マジ現場押さえてるから、ほら、チューしてるみたいに見える。確かにこれ、ご覧ください。これはもうなんか疑惑でしかない、間違いないよね。え、ちょっと音声どんなのが入ってるか分かんないけど、もっともっとこれで撮って、もっとあんた下手ねみたいな。ダーシーさんが太ってるからです。大ちゃんチャンネル。さあ、今から私たちは沖縄の焼き物八千分の名所、読谷村に行きます。読谷村から追い出される。待って、今生サンダーダギーがあった。今あったよ、あったよね、あったよ。この辺美味しいとこあるって言ってた、三ツ矢本店。あ、そう、三ツ矢本店絶対行った方がいいって言われた、言われた。じゃんけんするよ。はい、じゃんけん、サンダーダギーじゃんけん、いくよ。負けた人よ。最初はグーじゃんけんパン、最初はグーじゃんけんパン、最初はグーじゃんけんパン。あー、行こうでしょ。あー、1週間持つから、じゃあサータンダギーの方が6点とボールが4点。はい、会社のスタッフのみんなにもお土産でサンダーダギーのアンダギーを買いました。サンダーダギーのアンダギーを買いました。アンダギー、アンダギー。ここは沖縄でとっても有名なサーターアンダギー専門店の琉球メーカー三ツ矢本舗でございます。ここに行った方がいいよと教えてくれた姫路さんのみんな、本当にありがとう。すごくいい匂い、あったかい焼きたて。ごちそうしてくれるかドリンクまで買っちゃう。総額なんと
1740円。おかしいわ。大ちゃんチャンネル。キングタコスだよ。なんだよ、高田子キングって。調べ方おかしいです。ママか。サンダーダギー食べます。いただきます。もっちもっち、もちもち、ほんとに美味しい。タピオカ、タピオカが入ってる三ツ矢琉球ボール。いただきます。うん、美味しい。美味しいね。なんかサクサクしててめっちゃ美味しい。全然こんな感じ。おまこ美味しい。美味しい。食レポします。美味しいです。普通の方のも食べてみる。こっちが我々の知ってるサンダギヤンダギ。我々の知ってるサンダギヤンダギ。知らない人の言い方なんですよね。名前も知らないんですよ。大ちゃんチャンネル。さあ、そして姫路ちゃんの皆さんがいっぱいおすすめしてくれたキングタコス、タコス屋さんに来ました。キングタコス、イエーイ。我らがモモコはここのことをタコタコキングがないと、タコタコキングが Google マップに載ってないって。載ってません。さあ、タコタコキングに行きましょう。行きましょう。おいしいね。結構辛い。ピリピリ辛い。ピリピリ結構辛い。辛いのが苦手な人はもしかしたらケチャップだけがいいかも。ケチャップだけじゃない。それが辛いよ。さあ、八千部の里。なんかね、看板みたいなのがあるとか。そこに行こう。最近ないで。お前のことで。なんだっていいの。イエーイ。追い出されるよ、この里から。ハイビス、なんかここに行くの。あ、待って。そっちの顔が好きだっけ。どっちも好き。今自分のこと川口春奈だと思ってた。あ、いやいや。今から家賃のお皿陶器を買おうと思います。運命の一枚に出会える。あ、出会えた。これじゃない。え、めっちゃ綺麗。すっごい綺麗よ。あ、すごい、なんか好きな色全部。グラデーション、ピンク、水色、白。うん、暑いね。すごい、旅ロケみたいなアングル。あ、こんにちは。誰もいません。大ちゃんがお休み中なんですけれども、私はここでドローンします。ドゥーン。こんにちは。ありがとう。じゃあね。大ちゃんチャンネル。5年ぶりぐらいの、約5年ぶりの運転でございます。すごい緊張するんですけど。運転したいと思います。じゃあ行きますよ。これ右ね。あ、違うね。もう気をつけて。左から車来てますよ。分かってますよ。見えてますよ。行きますよ。左右ですね。あ、右ですね。このミストの氷コーヒーマジ美味しい。どうしよう、ハマっちゃいそう。うん、ミスト見つけるために買っちゃいたい。え、マジで多分本当に5、6年ぶりの運転。シーンだよ。衝撃のカミングアウトです。そこ座る前に言ってほしい。座ってから。実は5、6年ぶりの運転なの。マジでまんまでかいから、ね、怖すぎる。どう、トモ君ここまでどう。いい感じですね。悪くないでしょ。はい。どう、ももこ、私の運転は。見ないようにしてるわ。ね、ごめん、みんなとちょっと話してもらっていい。みんな固唾を飲んで見守らないで。楽しんでよ、ドライブを。緊張感ありましたね、今。緊張感ちょっとあった。緊張感あった。でも、もう大丈夫ですよね。私は大丈夫だけど、みんなが全然大丈夫そうじゃない。このままホテルまで運転頑張ります。大ちゃんチャンネル。綺麗。ももこ綺麗だね。本当だね。ね、すごい。ブセナ海中公園に来ました。今からここでサンセットを見守ります。サンセットを見守りたい。気持ちいい。あなたにとって沖縄とは。来るたびに空と海と自然に触れ合える中で、本当の自分にこうやっぱり出会える場所かなと思います。沖縄に来たことのある回数は今回が初めて。来年こそは彼氏が欲しい。
ちゃんチャンネル。今日はですね、あの夏休み3日目ということで今日が最終日なんですけども、今日はデレレレレン、私は何をするでしょうか、何でしょう。これから青の洞窟に行ってシュノーケリングをして魚を見て男を捕まえて、それであの素敵な思い出を作って、まあ、今日帰りますよ。でよっす。はい、じゃあ早速行ってみよう。大ちゃんチャンネル来ました。なんかこの中でよく寝るみたいな。怖いよ、答えは。さあ行こう。恋という名の深海魚を見つけに。恋という名の深海魚を見つけに。深海魚でいいんですか。ありがとうございます。ありがとうございました。待って、めっちゃイケメンいる。めっちゃイケメンいる。出会い。待って。はい、わかりました。急にめまいが。急にめまいが。早い、お姉さん早いな。水の中で怖いことがあったらどうしよう。あ、全然ですよ。もう助けましょうね。本当ですか。プリティミッチー、ハチキンチー。ウェットスーツに着替えました。行ってきます。ゴーグルに挟まってたら溺れそうになって。もう溺れそうよ。頭大丈夫これ。あ、多分ね、あなたが思ってるよりも結構完璧よ。あ、本当。ゴーグルに似合うヘアスタイル選手権があったら1位かも。あなた取れる。うん、アワード取れる。イエーイ。今からインストラクターの先生が一人一人ゴーグルをつけてくれる。なんか一人でできなくて初めてなんで。ちょっと待って、飛ばさないで。うまいな。怖くてできないの、わからなくて。じゃあゴーグル外しちゃっていいですよ。わからなかった。海の魔物。大ちゃんチャンネル。何そわそわしてるんですか。いや、あそこにエリック王子が来るから、これ倒れてよかなと思って。腹見て素敵ね、なんとか大きな段取り。ちょっと違う。そんな仕事人みたいな感じじゃなかったと思います。アリエル段取らない。あなたにとって海とは。故郷であり大切な人と出会った場所。声を取られたこともあったんですけど、まあ戻ってきた。アリエル。申し遅れました、私アリエル。ダイビング行ってきます。もうダメだわ、心拍数だよ。もうほぼ死亡だわ。こんなところ知らないわ。お魚いっぱいいるよ。あー、お魚がいっぱいいるわ。一緒に上がろう。ダイバー？あーとね、それはシュノーケル。なんで？ダイちゃん？はい。何見に来たんですか？魚見よ。今海に入って10分間のうち8分ぐらいも男の人と話してましたけど。何見に来た？いいの。アリエルなんだから。アリエルにお仕事してる。はい、どうも捕まって順番待ちしましょう。怖い。怖い。何してるんですか？怖くてね。怖いの。やめんで。大ちゃんチャンネル。エリック王子見つかりました。見つかった。上がろう。怖くて上がれない。早く上がって。そういうチャンネルなんこれ。楽しかった。めっちゃ、てか青の洞窟めっちゃ綺麗だった。青の洞窟でいっぱい写真撮りました。ご覧ください。はい、ということでこれから戻ってお昼間食べに行きます。もう桃子が一番大変だった。なんか私だけおかしかった。空気圧が違う私だけ空気圧がおかしかったわ。桃子が旋回する様子もご覧ください。ほんと見て見て、私を見てほら。ハプニング。ハプニング。桃子チャンネルも見てね。大ちゃんチャンネル。ゴーグルこんな中入れてください。入れたらライフジャケット。先生。何？見てください。何を？大ちゃんチャンネル。
見てください、この広がる青い海。雨が降っていますね。私たちは今星野リゾートさんのワンタカフェに来ています。ここに座ってお茶をいただきます。見てほら、夕焼けが少しずつ海にこう沈んでいくように。全然見えないですけど、見えますか？指発表でいただきます。お茶までお待ちして。はい、わかりました。何飲んでるんですか？シークワーサースカッシュトトップ。いただきます。おいしそう。あれ、私こっち飲んでませんでした？あ、そう、ごめん。でも食べていいですよ。いや、大丈夫大丈夫、ごめん、本当につくつけてないからごめんね。卵焼きとハムの、うん、おいしい。うん、本当においしい。癒されちゃった。さて、帰りますか。ホグワーツ魔法魔術が大ちゃんチャンネル。はい、ということで空港に着きました。3日間の夏休み、うん、楽しかった。途中で仕事も入りましたね。そうね、まあでも時間をとってゆっくりすることができて、沖縄本当大好き。絶対また来ようと思います。たくさんいろんな情報を教えてくださった姫路の皆さん、どうもありがとうございました。で、今から東京に帰ります。またね、大ちゃんチャンネル、ビーハッピー。今から何しに行くんですか？ AW バーガーって美味しいらしいのよ。 AW バーガーが、あ、トモくんからね。はトモくん、はいはい、完売 AW バーガー。モッツァバーガーは、モッツァバーガーでお願いします。はい、ありがとうございます。モッツァバーガーを食べに行ってきます。じゃあねー。